事件だよ。ちょっとこれは事件衝撃だね。衝撃よ。あの人よ、あの人。なんかパソコン向かってるけど。あの人がちょっとね、衝撃のあの事件を勃発させたんだよね。タイトル通り、タイトルはまあ新メンバー関係ないってことになってると思うんですけど。今絶対安藤さんだと思われる。思われるけど。絶対思われるけど。まあ本当にでも新メンバーは加入してるんですよね。いやちょっとまあ整理して話そう。整理して話そう。ちょっと一旦。まあね、我々はチームの LINE があるわけですよ。そうね、まあハーフ君はいないんですけど。そうそう、ハーフはもうちょっと連絡取れてないから今ね、うん、まあ普段集まるメンバー4人、うん、俺、ケイさん、佐藤さん、星さん、この LINE があるわけですよ。集まりようやくないですね。まあそうそう、その今日ここで来て集まるよっていうその連絡 LINE ね。はい、そこに急に知らんやつ入れて、K さんが LINE にグループに5人になって、急にはっと思って、うん、え、どういうことっていう、まあまあ、あ、ハーフくんかな、違う、うん、なんだなんだと思ったら、うん、その人の名前、うん、リマインくん。リマインくん、リマインくんがマジでヤバすぎる。なんで急に新メンバー入れる入れた感じで、ポーンって急に、ちょっと待って、どこだろう、こうちょっと上の方でさ、うん、どこだっけな、入れたの、あ、これだ、これこれこれだわ、3月ですね、3月だね、後半の方ね、え、うん、K がリマイン君をグループに招待しました。リマイン君がグループに参加しました。急に知らんやつ入ってきて、何その新メン、ね、新メンバー、え、いやいや、 LINE そんなやめてよと思ったら、うん、グループ追加ありがとう、僕は皆さんのパーソナルリマインダーです。リマイン君とメンションしてくれれば、その時のメッセージをその日時にリマインドしますと、うん、すごいね、何この人例えばとかめっちゃ喋るのもその後も、例えばこう言ってね、相手にこうでね、うん、トークを便利しますもん、めちゃめちゃ言って、うん、そしたらケイさんが急にリマイン君と会話しだして、うん、リマイン君、明日の1時タビちゃんでイベントの話取るよ、 Google フォームの話するよ。リマイン君ポン、明日の1時、タビちゃんでイベントの話するよ、 Google フォームの話するよ、だね、2023年3月23日、13時にお知らせするねっていう、急に変な人入ってきた。変じゃねえから、何こいつと思って。そんな変じゃないでしょ。で、俺も変な新メンバー加入しとるわってなって、まあみんなもう我慢ってたんですよ、ね、まあまあ我慢、別にスルーしてたわけ。そう、こいつは全然やばくない、まあ、まあまあ、害はないなと。まあまあね、なんかまあそういう、まあ言うたらそのね、まあ AI じゃない、 AI じゃない、まあ、何、そのシステムを入れたんだなと、うん、まあリマインドしてくるシステム、そうそうそう、あ、入れたんだなと。あるよ、まあ、いいわ、リマイン君、まあいいわと思って、で、そしたら案の定1時にイベントやるよ、頑張ってって。まずね、あ、リマインドしてくれるんだこの人。それはそう、あ、言った通りのことリマインドしてくれる。それはそうで、あ、なんすげえ新メンバー入ったなと思って。そしたらちょっと経ってからね、もう忘れてるわけよ我々は。そうそうそう、数日経つから、数日経って、で、でまあ一時ね、佐藤さんとケイさんが会話して、うん、パーって会話してる中で、うん、まあすぐ既読がつくわけ。そうそう、いつこれ今このグループってあの、うん、結構既読つかないんですよね。そうそうそう、まあ、遅いわけでもないけど、まあみんなね、ぼちぼちおのおのが活動してるから、そんなすぐ既読つかないわけよ。でなんかすぐ既読つくから、そうそう、もうよすぐ読まれると、すぐ既読1話つく。絶対ね。で佐藤さんがすぐ既読つくなと思ったら、リマインくんかいって突っ込んで佐藤さん。そう、でその後ケイさんがリマインくん大事って言って、そしたらもうリマインくん、はい、リマインくんです。リマインくんメッセージを送っていただければ、その時のメッセージはその日時にリマインします。例えばリマインくん、聞いた聞いた、それ聞いたよ。もうリマインくんっていうワードを出すと、こいつはもう呼びましたって出てくるんだよ。しょうがないで、こんなことね、あ、なんか返事来た、リマインくんやば、はい、リマインくんです。リマインくんにメッセージ送っていただけど、リマインくんがもうめちゃめちゃ顔出してくんの。例えばリマインくんにこう送ってるのに、もう聞いたよそれって。しょうがないじゃん、なんでか言うから、もう最悪だ、最悪。リマイン君言うからいけないじゃん。リマイン君に対してこっちが突っ込んだりしたら、もうリマイン君です、はい、リマイン君ですってカードしてくるの。しょうがないじゃん、激ヤバ新メンバー。でもね、これ最初の僕の文章見てもらっていいですか、うんうんうん、すぐ既読つくなと思ったら、うん、リマインクまでここの文章、うん、で、向かいになってるんですね、はいはい、で、それには、ね、反応してなくて、その後、Kさんのリマイン君大事にリマイン君反応してるわけですね。だから、ちょっ
と釘で刺せるとリマインクは反応できない可能性がある。置き去りにできるわけね、リマインクを。リマインくんって言ったらもう反応してくんだもん、もうめっちゃ長文ですごいよね。例えばなんちゃらかんちゃらですみたいな、こう食ってねえじゃないよ、もう聞いたっつも何回も。いや便利でしょこれ、最悪だよ。でもその後はもう悪ノリよ、リマインくんをバカにしないでください、はいリマインくんです。リマインくんにメッセージを送ったりとか、もう楽しんでんだわ。リマインくんいないと撮影されちゃうから大事だよ、はいリマインくんです。もうリマインくんって言うたびにもう LINE ブー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 うるせえし、何してくれるのかな。リマインくん一覧ってやると教えてくれるの、ほら、え登録されてるリマインダーはありません、教えてくれるの。他の機能もあんのちゃんと。あそうそうそう、いやーこれ いらなくないこれ。いるよ。いるこれ。ほら、リマインくんって。だってリマインくんって言うために3通送ってくるんじゃない。こっちが1送ったら3通絶対送ってくるんだもん。もしお邪魔でしたリマインくんバイトメッセージ送ってください。悲しいけどトークが退出します。引き際は一応言ってくれるんだね。だ毎回言ってくれる。言ってくれる。メンヘラ気質でありますよね。めっちゃ送ってくるのにね。もうバイバイはいいよバイバイでみたいな。なんやそれはね、大事だから。もううるさいんだよリマインくん、ほんとに大事大事、うかつにリマインくんって言えないんだから。言う必要ないんだから。なるほどね、突っ込むために言ったらもう、はいリマインくんですって言う必要ないんだから。ベベベベベベリマインくんです、リマインくんうるさって言う必要ないんだから大丈夫。別に何なんこれ、呼ばなくていいんだから。これ使うのこれ、だって使ってなくない。使ってるよ。え使う、たまに使うから大事なんじゃん。え結局邪魔じゃんね。邪魔じゃないよ。やだよね。君は、特に君なんかは使わなきゃいけない人種だ。俺ちゃんとあの Google カレンダーこう書いてあるから。書いたって別に忘れちゃうでしょ。書いてあるから大丈夫。忘れない。書いたって忘れちゃうでしょ。一日一回見んだから大丈夫。一日一回見んだから。いいなよ。大事なのよ。俺鬱陶しいよね。書いたからね、でもリマインくん。いやいや、新メンバー加入しないでよ。オープニングルレマンくん。じゃあ、タビちゃんのあの黒乗ってる？じゃれじゃれ。クマみたいな顔してますね。顔というか、クマにチェックマークみたいなついてるよ。リマインクオープニング乗ってるから、400万人も友達いるやん、リマインク。すごっ。むちゃくちゃいるやん、友達。みんな使ってんだよ。すげえな。すげえなよ。便利だな。リマインクちょっとやだな。これ何、みんな結構流行ってんですか、その会社とかで。流行ってはないよ。もう遅い？いや、前から結構昔からじゃないのこれ。リマインク？わかんない。多分。これでも LINE じゃなくていいじゃん。なんか普通にツールであるじゃん、別にそんな。ね。LINE ってのは大事なんでしょ？ LINE ってのは大事なんだよ。なんで？なんでってツールいっぱい出たら大変じゃないの。だって LINE がごちゃごちゃするのないじゃん。いや、してないもん、別に。してる、してる。もう読み返すとリマインクめっちゃ多いんだから、この一時。してないもん。一時めちゃめちゃリマインクいいんだから。そんなしてないから大丈夫。一回送ったら3通くんだから、こいつ。送んなきゃいけないから送んなきゃいけないよ、大丈夫、送んなきゃいけないから。リマインくんマジでうるさいんだよ、これ。メンションもつけれるのかな、リマインくんに。なんで話しかけてんだ。話しかけんなよ、リマインくんに。あ、なんかつけないわ。え、あ、つけれないの。うん、つけれない。話しかけることはできないんだ。機能は何があるんだ。いやいや、だからリマインドしてくれる。で、リマインくん一覧とかじゃない、そういう。それ、大体それだけじゃない。なんだけ、全然ねえじゃん。いや、それがいいんだよ。それが大事なんだから。あ、そうなの。それが大事なんだ。全然ねえじゃん。いっぱい役にあったら困るんだよ、その機能として。ややこしくなんだよ。奥さんと LINE にもちょっと追加しよう。いらないよ、奥さん。ね、3人に何でもない。何でその夫婦間に入ってくんだ、リマインク。いいよ、いいよ、入ってくんだ、リマインク。何月何日出かけるとか入れときゃ教えてくんだ。これ、2人トークにも入れれんの？入れれる。まあ、入れれんだ。どこにも入れれんの？すごいじゃん。いらないよ。大事で忘れることない。今日出かけなきゃいけないとか忘れるとか困る。自分で言いづらいこと、リマインクに言わせばいいじゃん。リマインドしてねってね。この時の言葉です。誕生日おめでとうってね。最低だね。お前が言え。3日前ぐらいに。お前が言え。誕生日おめでとうって言うって言ってるのを時間に入れとけば、リマイ君が言ってくれるんだ。自分で言え。おめでとうはお前。自分で言え。言えた方がいい。言えた方がいい。そんな人に言ってもらっちゃダメなの。そんなの。感謝の気持ち自分で言え。使
マジで。よかったですね。すごいな、うん、新メンバーだ。大事メンバーだ。新メンバー、こんなあっさり入るの、LINE グループ。初対面でもないの、会ったことねえのに、メンバー急に LINE で入ってくるの。いいね、リマイン君も。なんマジで。これ他にもこういうのあんのかな、なんとか君。まあツールあんじゃないいっぱい。だってあの、お絵かきバリグッド君もね、あ、そうなの、グッツー君だね、こういうやつはね。でしょ、お絵かきバリグッド君もさ、LINE のアカウントでしょ。確かに。ね。いいね。バリグッド君もね、相当入れたいけどね、こんな感じ。いらない、いらない。急に怖い絵とか送られてきたら嫌だよ、夜中に。だあれがいいのか、自分一人とトーク作って、うん、それにマインク入れてさ。あ、そうじゃない。一人用なら一人用で、あの、あれが公式 LINE と友達になると、そういうことでしょ、そっちでできる。ああ、そうなんだ。グループにも入れられる。それでやってよ、それで。やばいの、なんで俺だけ2万円しょうがなきゃいけない。君が連れてきたんだから。やばい、こんなグループやめてよ。全員できることに意味があるんだよ。誰かしらが思い出すっていうことに意味があるんだから。そうだ。俺一人だから忘れちゃうから、ここに入れたんだから。うん、そういうことだもん、この人だって、すごい。忘れちゃうんでしょっちゅう。カレンダーに俺って書いてるよ、これ取るって。でも忘れちゃうから、ここに入れて、全員で共通認識取ろうねっていうやつだから。お話しかけんなよ、そうやって。その間話しかけんなよ。リマイクいつまでも一緒だよじゃん。なんでそんな気持ち悪いこと言ってるリマイクに。はいはい、リマイクです。メッセージを送っていただけ、何も無視。愛のメッセージに関しては無視です。で、確かに時間を送らなきゃ言ってくるってすごいね。そうよ。例えば今日、明日とかでいいか、何年とか、明日でもいいけど、明日っていうか、ね、リマイク明日すごいね、それは。だよ、いいんだよ、明日これで送ってって。そう、そういうことよ。3日後引く、2日後とか無理なのかな。なんで足3引き算させる。ちょっとやってみて。めちゃくちゃ引き方して3引く1日後とか言って。そんな言い方しないけど、ね、3引く1日後って。いや、1日後でいいよ。1回足3引き算できるのか、いけるのかな、ね、3引く1日後に。そんこまではいけないんじゃない、そんな使い方する、ね、ちょっとやってみて。ちょっと1回ね、3引く1日後、19時、あと毎週とかやるとさ、毎週にできんだよ、これ。え、ああ、毎週来るの、リマインドが。それすごいね。そうそうそう。過去の日付の4です。3月1日になっちゃうんだ、3引く1だとね。ああ、なるほど、すごいね、でも。ああ、焦ってるよ、過去の日付の4です。汗。めっちゃ焦ってるよ。ね、こしああ、だから足し算引き算できないんだ。できないんだね。もうする必要ないからね。する必要ない。する必要ないからね。ないんかい。あ、で足すのはいけんじゃん。3足す1日後。うん。3月1日になっちゃうんじゃん。1日。ねえ。うん、ええ、うん、すごっ、え、待って待って。え、どういうこと。3足す1日9時飲み会だね。4月7日明日だ。明日、今日が今6でしょ。うん。あ、だから3足すは消されてるわ。1日後になるんだ。うん。すごっ。に来るよこれ。あ、やばいやばいやばい。リマインド入れんな、変な時間にリマインドしてくんだから。そうして取り消ししたら平気やわ。いや、取り消ししてもダメだよ。あ、え、これ消せないのこれ。これはだから多分一覧って押して削除っていうのだと思う。え、リマインド一覧ってやると出るな、これは。リマインド一覧、これ今星さんが一番かわいそうですね。ほんとだよ、ほんとだよ。ってさ、あ、ほんとだ、これはキャンセルってやると、キャンセルがちゃんとできんだ。ああ、すごっ。おー、すごいじゃん。これみんなもぜひね、入れていただいて。リマイン君の宣伝してる。最後。オープンチャットにも入れよっかな。入れんな、入れんな、入れんな、オープンチャットに。リマイン君ですって来るんだよ。何百人の携帯揺らすなよ。すごいね。リマイン君入ったわ。なるほど。はい、こんな感じですか。もう、こんなサムネ、はい、サムタイ先ある。一応、笑ってるやつとですじゃない、あれと。いやいや、さすがに、本当に新メンバー、さすがに、くど文字指導は無理よ。さすがに、それはサム、やんないよ。それはもうガチ感する。さすがに、それはできない。やんないし、笑顔だったら、笑顔で迎え入れ、迎え入れてみたいになんない。そう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 、タイトル。あ、そうね、新メンバー加入。あ、そうだね。はい、これからも今井くんと仲良くやっていきます。はい、おしまい。
お願いお願いします、チャンネル登録、お願いお願いします、そしたら